手鹿賀町公式ニュース。うわ、なにこれ、変なのあったけど、なにこれ、カメラに来て、カメラに来て、なんだこりゃ、あれだ、あれに来て、あれだ、あれだ、うわー、取れた、こんなに集めた、これはめっちゃ集めた、わかんない、わかんない、もうめっちゃあるじゃん、すげー、やばいね。本当にちゃん見て、見てこの量。わあ。今日は青年部の授業で、小学校3年生の子を対象に食育授業としてジャガイモ掘りをやっています。なんていう種類ジャガイモ？クシャロの久保内農場さんで生産されている、ベニマルという、食用のジャガイモになります。もうこれ取り放題みたいな感じ。あ、そうですね、ビニール袋一応みんな用意してもらったんですけども、それでも足りない子は、こっちで用意したビニール袋も追加して、たくさん掘ってもらいました。みんなめっちゃ重そうじゃん。頑張れ。手伝ってくれ、アルト死んじゃん。これ絶対家まで持って帰れねえパターンじゃね。初めてジャガイモを掘る子も結構いたと思うんですけども、みんなすごく楽しそうに掘ってくれてよかったと思いますし、手鹿賀で生産されているジャガイモを実際に見て、掘ってもらって、手鹿賀農業について、たくさん知ってもらって、興味を持ってもらえたらいいなというふうに思います。最後までご覧いただきありがとうございました。日本一の自治体運営チャンネルを目指し、これからも動画をどんどんアップしていきます。まずはチャンネル登録者数の人口超え、目指せ7000人。チャンネル登録よろしくお願いします。